どんな体型をしているんだ。へえ、スタイルか。最近ちょっとブラがきつくなってきちゃって、新しいの買わなくちゃ。私何言ってんだろう。もう変なこと聞かないでよ。どうする？どんな顔をしているんだ。私のこと知りたいの？色っぽい顔してるねって言われるよ。なんで？私だってもう大人の女なんだよ。今から会わないか？いいよ。そんなに私と会いたいんだ。嘘、私もありたいよ。行く行く、どこにでも行っちゃうよ。何？行くか。ああ、どんな体型をしているんだ。体が気になるの？そうだな、スタイルには気を使ってる方かな。女の子は優しく扱わないとダメよ。優しいだけじゃつまらないけどね。どんな顔をしているんだ。どんな顔が好きなのかしら。最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな。小悪魔系っていうの？あなたを食べちゃおうかな。なぜかだな。今から会わないか。やっと誘ってくれたのね。ようやく会えるのね。私の体もうこんなに熱くなってる。責任取ってよ。じゃあ
お楽しみは後でね。何？何？行くか。ああ、どんな体型をしているんだ。スタイルですか。運動が好きなので体は引き締まってる方かもしれないですね。痛くしないでくださいよ。あれ、私何言ってるんだろう。もう変なの聞かないでくださいよ。じゃあ怒られるか。どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い方が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう？どうなんだ。今から会わないか。今からですか。うん、私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすっごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。何？
行くか。Mm-hmm.